様。グエンドリン君、静かだ。剣撃の響きが遠い。どうやら最後の戦いまで王とご一緒はできぬようです。諦めてはなりません。受け取りなさい、グエンドリン。私にはもう不要なものです。槍は敵をなぎ倒し、死体の山を築いた。王は、お父様は褒めてくださるに違いない。お父様はきっと。濡れているのは涙。優しい妹、どうか泣かないでおくれ。姉は誇り高く戦士として行くのだから。ここはひどく暗い。グエンドリン、あなたの顔も見えないぐらいに。姉様、長く寂しい思いはさせません。間もなくおそばに参ります。これは負け戦じゃ。いくらなんでも敵の数が多すぎる。あれが噂に聞いた黒い剣士か。死神と取引して強さを得たとか。なんとまがまがしい力じゃ。私が相手だ。姫、なりませぬ。早く殺すがいい。いつまで私を組み敷くつもりだ。もう引き返せ。この戦い勝敗は決した。これ以上は無駄死にになる。おお、ご無事でよかった。わしはてっきり今さら引くことなど。お待ちくだされ。あやつの言う通りじゃ。書を書いた軍に何ができましょう。
戻ったか、グエンドリン。王にご報告申し上げます。侵攻は我が軍の敗北に終わりました。敵方に予想外の増援部隊が到着し、戦況は膠着、消耗戦に陥り、数に劣る我が軍は劣勢を強いられたのです。ワルキューレ部隊は多くの犠牲を出しました。将であられた姉上も。グリゼルダのことは聞いておる。姉上は王のために最後まで誇りを持って戦われました。この槍はその時私に託されたものです。我が将兵の中でも最も勇敢で栄誉に包まれた戦士であった。槍はサイファーという特別な武器だ。戦場に漂う魔素を集めて敵を砕く力に変える。これからはお前が存分に振るうがいい。敵に再び攻勢をかける。今度はわしも打って出る。準備ができ次第出撃せよ。お父様、姉上に手向けるお言葉はそれだけなのでしょうか。言葉を尽くしてもグリゼルダの命は戻らぬであろう。感傷に浸る時ではないぞ。
王女様、我が部隊は動く、いつでもごめん。あの戦闘で部隊は半数近くに。おお、姫君、お教えせねば。その槍は、さ、我らドワーフが魔石保存という魔、必ずや。なんだ、グリゼルダが死んだのはあいつの死ん、わしが間に合わなかったせい。グリガン将軍、我が国は英雄と呼ばれる男だが、お父様が許すのはいいことに、最近はやり。なんだ、グリ、わし。グリ、我がお父さんに。あの女こそ、これはその槍の危険を明快、魔石を我が国に敵。姫、黒い剣、わし、なぜ姫を。グエンドリン様、グリゼルダ様のこと。ミリス、後でお部屋に。デイリソ、何か。
ぐに出撃する。皆に伝えよ。姉様、戦いに出るのね。父の愛を得るために。いいえ、王国と誇りのために行くのです。たとえ戦場に散ろうとも、この国のものなら仕方のない運命。それがあなたを支える言い訳。叶わぬ寵愛を得ようと父へ赴くための。言わせておけば。私は影帽子。私があなたの真実の心。生まれて一度も愛されたことのないかわいそうな私。父のために命を散らしたところで、今までと同じに顧みられはしない。グリゼルダと同じように死ぬるだけ。やめて。この身を捧げてお仕えすれば、お父様はきっと愛してくださるわ。きっと。Fuck!
グエンド、この拠点までは制圧しました。しかし敵軍の守りは予想より強固です。グエンド、この戦線は報告します。将軍からはあまりにも遅いわ。報告します。あまり勘おった。拠点、猶予はない。
これはせここでこういう地ご報告申し上げます。魔王軍は全ての拠点を放棄、全兵力でもって我が本陣に攻め込んでまいりました。聖騎士が奮戦しておりますが、押し切られるのも時間の問題です。王大尉、捨て身の作戦に出たか。伝令を、直ちに前線の兵を呼び戻し、魔王軍を背後からつけ、こちらも総攻撃をかける。挟み撃ちにして殲滅してくれる。天佑は我が王にある。覚悟するがいい、妖魔の女王よ。剣王オーダインの娘グエンドリンがその見印をいただく。私を妖魔と呼ぶか。浅ましくも高顔な魔王の娘。援軍が間に合ったようだ。待っていたぞ、魔法使い。陛下、遅れて面目次第もありません。さあ来い、竜よ、忠実なベリアルよ。試してみようぞ。我らの守護竜を前にしても、お前が不遜な口を聞けるものか。
お喜びください。王団員様、敵は次々と退却していきます。決着がついたようだ。ブリガンの部隊に残党を殲滅するように申し付けろ。我が軍の一兵卒に至るまで勝利を伝えよう。角笛を鳴らせ、勝ち時を上げようとな。さあ行け。王大様。そうだ、これだ。魔力の結晶炉コルドロン。長らく妖精どもの手にあった。光を放つ様を、ついにこの王団員のものとなった。どのような戦いにもこの力があれば勝利できよう。何事だ。なんということじゃ。光が、炉の火が消えてしもうた。お父様は、王はいずこに。王は結晶炉の前におられます。怪しい者、こんなところで何をしている。愚かな戦いが繰り返される。やはりコルドロンは最悪の源。これ以上結晶炉コルドロンは使わせません。お前たちに、妖精の女王にも。待て。あの子、魔女は…あの女が森の知っていれば…あの魔女、情にほだされ、ブリガン将、兵の前で王を批判する。これが言わずにいられようか。グエンドリー、どうか王の決められた婚姻を。私はまだ男の思うま…助けてあげ。この国では戦い、誇りを失い、グエンドリー、あんな恐ろしい釜などなき。それ以上言って、お父様が決める。たくさんの仲間が寿命と、良くない噂はいろいろ聞く。戦勝経験。
分かっているのか。多大な犠牲を払ったのだぞ。手に入ったのがクズ鉄とあっては、墓に沈んだ者も浮かばれぬわ。魔女を捕らえて、あの釜の秘密を吐かせてやる。知らぬというなら、首をはねるまでだ。誰か、勝手に行こうとするあの愚か者を止めてまいれ。まさかこのわしに本気で歯向かうわけでもあるまい。わしが魔女を探しに行く。グエンドリン、後を頼む。お待ちください、お父様。一国の王が城を開けるなど一大事。私が魔女を逃がさなければこんなことにはなりませんでした。どうか私に挽回のチャンスを。魔女を捕らえてまいります。グエンドリン、待て。はい。いいか、魔女を手荒に扱うな。彼女は、いや、彼女は身分あるものだ。礼を尽くせ。王のおっしゃるがままに。Thank you.